1954年10月15日、一町五村が合併し、草津市が誕生しました。あれから70年、当時3万2000人余りだった人口は14万人を突破。平均寿命、健康寿命は男女とも県内1位。毎年公表される住みよさランキングでも全国で上位にランクイン。そんな草津市の発展の一つの転機となったのが、1994年の立命館大学琵琶湖草津キャンパスの開設と南草津駅の開業です。今年草津市は市政施行70周年を迎えました。今回は記念庭談として草津市の未来について語り合いたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お話をお伺いするのは草津市橋川渉市長、学校法人立命館中谷義雄総長、 JR 西日本刑事支社在武弘支社長。まずは橋川市長、70周年を迎えた今の気持ちをお聞かせください。この70年間、皆様のおかげで草津市の人口はずっと増え続けておりまして、今年の4月に14万人を突破いたしました。今しばらくは人口が増加いたしますが、ただすでに一部の地域では人口減少が始まり、高齢化も進んでいますし、市全体としても将来的には人口減少し超高齢社会になってまいりますので、今のうちからしっかりといろいろな施策を取って社会の活力を維持していきたいと思っております。草津市に住みたいと思っていただける選ばれる町、健康長寿の町として発展してきたのは市民の皆様のおかげであり、また立命館大学、JR 西日本のおかげであると感謝をしております。2016年には南草津駅前にアーバンデザインセンター琵琶湖草津 UDCBK を開設。産学公民が連携し、未来を見据えた街づくりを進めています。立命館の中谷総長、琵琶湖草津キャンパス開設から30年を振り返ってみていかがでしょうか。はい、BKC の開設は本大学と草津市それぞれが目指す将来ビジョンを具体化したものであったと思います。当時本大学理工学部は他の私立大学と比べて規模が小さく、規模を拡充し教育研究を高度化させるためには自治体の協力を得た新たな広いキャンパスが必要でした。その頃地域の活性化や産業振興などを期待した草津市の大学誘致の政策もあって、今振り返ってみますと住民、学生、草津市、立命館の四方よしだったと思います。現在 BKC には6学部、6研究科が設置されていて、約1万4000人の学生が学んでおり、大きな存在感を示していると思っています。でキャンパスの玄関口である南草津駅の開業や輝き通りの整備は地域の方々にとっても利便性が増した喜ばしいことだったのではないでしょうか。 JR 西日本の在社長、南草津駅開業から30年を振り返ってみていかがでしょうか。はい、JR の南草津駅ですけれども、地域の方々からご要望いただきまして、今から30年前ですね、1994年の9月に開業いたしました。開業当初はですね、駅の周りに本当に田園風景が広がっている、そんな駅だったということですけれども、今や滋賀県内でもお隣の草津駅とお客様のご利用者数がですね、一年を争うような、そんな大きな駅になりまして、新快速も停車するということで大変ありがたいと思っております。ただ一方でですね、2020年の新型コロナウイルス、この影響は大きくてですね、在宅勤務であるとかリモート会議であるとか、こういったものが進みまして、皆様のこの生活様式が変わってまいりましたので、南草津駅だけではなくてですね、滋賀県内を走る JR の路線のご利用にも大変大きな影響がありました。
まあ、現在新型コロナウイルスの影響も少し上回りまして、コロナウイルス前の約9割の水準まで戻っておりますので、いずれにしましても大変多くのお客様にご利用いただいていることで大変感謝をしております。コロナ禍においては草津市そして立命館大学も大変だったのではないでしょうか。新型コロナウイルス感染症は、まあ、社会経済を長らく混乱に陥れました。今ようやく落ち着いてきて、まあ、経済活動社会活動も正常化してきたなと感じております。まあ、コロナ禍を機に一方では、草津市でもデジタル技術を活用した働き方が浸透して行政手続きの DX も進んでまいりました。大学ではいかがでしたか。大学でもオンライン授業の受講環境を整備するなど学生の学びの環境は大きく変化しました。新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行しましたけれども教育研究の DX を強力に進めつつ地域のお祭りへの協力や大学を開放したイベントの開催など対面でのコミュニケーションを以前にも増して大切にしています。昨年はウェルビーイングをテーマに地域住民、企業、行政、学生、教職員がキャンパスに集う BKC ウェルカムデーを開催。1万3000人が参加しました。今年は11月10日の日曜日に開催されます。さて、コロナ禍と時を同じくする社会の変化に国が2020年に宣言しましたカーボンニュートラルの実現というのがありましたが草津市の取り組みはいかがですか。草津市では2021年ですけれども西日本で初めてとなりますが市議会と市と共同で草津市気候非常事態宣言を行いましてゼロカーボンシティを表明しました。公共施設照明の LED 化や再生可能エネルギーの利活用を推進、各家庭の太陽光発電や高効率給湯器などへの補助も行っています。 JR の取り組みも教えていただけますか。はい、JR 西日本グループゼロカーボン2050というのを定めまして、省エネルギー車両の導入でありますとかあるいはディーゼルエンジンで動きます気動車でありますけれどもこの燃料をですね軽油から次世代のバイオディーゼル燃料に変えながら脱炭素社会に向けて取り組んでいるところでございます。具体的には山陽北陸新幹線あるいは大阪環状線で再生可能エネルギー由来の電力への導入を進めております。大阪環状線ではすでに再生可能エネルギー由来の比率 100% を達成しているところでございます。この滋賀県でもですね南草津駅があります琵琶湖線あるいは京都の京都線こういった主要な線区でも機械を進めておりまして再生可能エネルギー電力への広がりを進めているところでございます。で鉄道は他の交通手段よりも CO2 排出量が少ないということを皆様に知っていただきまして移動手段として鉄道を選択いただけるような取り組みを進めているところでございます。ここからは未来についてのお話をお伺いしていきます。まず中谷総長どのような展望をお持ちでしょうか。はい、立命館大学は世界中の研究機関や研究者と連携して研究と教育を世界水準で推進する大学次世代研究大学を目指しています。そのような中 BKC ではウェルビーイングオープンイノベーションそして宇宙分野を大きなテーマとした研究と教育を進めていきます。今年度オープンイノベーション拠点であります立命館グラスルーツイノベーションセンターを設置いたしますけれども草津市での新たな産業の創出へつながる地域を支えるオープンイノベーションハブになることを目指しています。またウェルビーイングについてはBKC のすべての学部研究科が横断的に取り組んでいる課題です。バーチャルな環境が広がっている今日において、リアルだけでなくバーチャルな環境においても環境の変化や他者や集団などの社会的関係が人の心身にどのような影響を与えるのかを探求する拠点、立命館先端クロスバースイノベーションコモンズも今年度整備いたします。昨年7月には
宇宙地球探査研究センター ESECを設置。元宇宙飛行士の野口聡一氏を研究顧問に迎え、宇宙に関連する研究を行っています。橋川市長、今の展望お聞きになっていかがですか？宇宙から新たな産業まで日本有数の研究拠点ができることに非常に期待をしております。さまざまな分野で世界水準の研究をされている立命館大学と連携をすることで、市の進めるまちづくりに市の力をいただいております。草津市では立命館大学の協力のもと、2023年産業振興条例と計画を策定。創業前から創業後まで切れ目なくワンストップで事業者を支援する草津ビズサポを開設しました。 JR の未来への展望をお聞かせください。はい、やはり草津市はですね、立命館大学琵琶湖草津キャンパス、これがあることで学生さんが非常に多いということで、これも関係人口の多さにつながっていると思っています。それから定住人口の観点でもですね、人口増加が続いているという、全国的にも珍しいエリアだというふうに認識をしておりますので、滋賀県のですね、全体をこう牽引していくような、そういうエリアだというふうに考えております。我々もですね、 JR 西日本グループの未来の羅針盤としてですね、人、町、社会のつながりを進化させ、心を動かす、未来を動かすという私たちの志というものを策定いたしました。地域課題の解決でありますとか、魅力的で持続可能な地域づくりに向けまして、地域の皆様と一緒に関係人口、交流人口、定住人口の拡大に取り組んでいきます。そして皆様とですね、ウィンウィンの関係になれるように、そういったことを進めていきたいというふうに考えております。で、草津市はですね、草津川跡地公園と梅小路ハイラインとの連携協定も結んでおりますので、皆様に喜んでいただくのをワクワクするような、そんな取り組みを一緒にしていきたいというふうに考えております。南草津駅とともに、草津駅エリアでは駅前の空間がまだありますので、そこを利用した新たなにぎわいの創出などを目指したプロジェクトを展開する計画がございます。ぜひ JR 西日本と一緒に町の活力と魅力を高めて、ウィンウィンな関係を強化してまいりたいと考えているところでございます。最後に草津市の未来について橋川市長からメッセージをお願いいたします。今年の8月に供用を開始しましたインフロニア草津アクアティクスセンター、草津市立プールと烏丸半島で2028年の開業を目指している人工サーフィン施設、この2つの施設ができることで、草津市にプールと水の町という新たな魅力やにぎわいが加わります。町の魅力を高めることに立命館大学 JR 西日本にこれからもご協力いただきながら、さらに住みよい町、ウェルビーイングの町として発展していきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。誰もが生きがいを持ち、健やかに幸せに暮らせる町を、健康都市を実現するとともに、2つの未来を確かなものとするため、市民の皆様には引き続きご協力をよろしくお願いをいたします。今回は草津市の未来についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。